はい、皆さんこんにちは。今日はね、もう4月下旬ということで、ゴールデンウィークにね、入っております。今日はね、ちょっと昼ぐらいから来てまして、もう天気がいいのでね、本当は作業したいんですが、暑すぎてね、なかなかちょっと作業する気がね、出ないんですね。で、今日やりたいのはこの物置ね、前回建てたこの物置の中身をね、ちょっと綺麗にしていきたいと思います。で、ちょっとね、機械とかも増えてきたので、棚をね、大きいのを一つ作りたいと思います。で、ちょっと廃材を利用して、ここにね、ちょっと廃材があるんですね。で、前ね、ほら、近所の山小屋をね、解体した時に、もらってた廃材がちょっとあります。はい、こんな感じ。あとね、この軽鉄材も出てきましたね、これ。はい、で、これを使ってね、ちょっと棚を作っていこうと思います。で、今回ね、棚を作るにあたって、まず電源の方はね、こちら、ブルーティーの AC200MAX、こちらをね、使いたいと思います。大体この物置とかね、ここら辺で作業する際は、電気がね、あちらのプレハブの方から持ってきてないので、大体ポータブル電源を使います。延長コードで持ってきてもいいんですがね、延長コードを持ってくるくらいだったら、もうこれ持ってきた方がもう早いので、これでね、やっていきたいと思います。で、2000W、2200W までね、出力できますんで、今がね、ちょうど 100% にしておきました。なので、2200W というと、こういったスライド丸のことがね、高圧洗浄機とか余裕でいきますんで、これでやっていきたいと思います。で、今日使うのは廃材になりますんで、一回ね、ちょっと洗浄かけたいと思います。外にね、ぶん投げてた、材料とかね、ありますし、コンパネをちょっと使うんですが、コンパネもね、もうこの青い方のね、こちらの倉庫の中にね、雨に濡れたりとかして、もう汚いのでね、一回全部洗浄して乾かして、そこからね、切ってったりして、作っていこうと思いますんで、まず洗浄からね、始めたいと思います。はい、じゃあね、ひとまず、必要そうな材料をね、今洗浄しましたんで、ちょっと乾かしてね、続きやっていこうと思います。はい、それじゃあね、今少し乾きました。少しね、完全には乾いてないです。で、もう暑くてね、今扇風機持ってきました。もう最高の快適です。はい、超涼しい。で、今ね、あと GoPro とかもね、今充電しながらやってますんで、もうこの電源一つあればね、もうすべて賄えます。まあ、2200W ですんでね、家のブレーカーとほぼ同じですんで、家と同じような感覚でね、もう全部使うことができます。じゃあちょっとね、今回の棚の高さなんですが、一応ね、1メートルで設定します。ああいったちょっと機械系がね、1メートルの高さがないと収まらないので、1メートルの高さで設定しようと思います。で、まずね、まずここ全部切って、あとこっちもね、金具とか釘があるんですよ。で、釘はね、もうほとんど抜きました。この前ね、廃材を出してきた時に釘はね、もう危ないので全部抜きました。まだ出てる部分もありますが、出てる部分はね、もうここを切り落とす部分ですんで、ひとまずこれをね、全部足をね、4つ使いますんで、4つともね、1メートルでちょっと綺麗にね、切っていきたいと思います。
この材はね100ミリ角なので、さっきのは90だったんですが100でこれ入らないので丸のこれね切っていきます。これもね、コンセントタイプ、でもね十分いけますね。はい、じゃあこれでね切っていきます。はい、今ね切ってみたけど3回くらいに分けて切ったけどいいんじゃないでしょうかね。はい、段差もなくね綺麗にできました。はい、でちょっとねこれ古い、まあ解体の材なのでね、ちょっとこういう穴とか開いてますけども、まあ物置に使うね棚なのでこれは気にしないのでね。はい、じゃあこの調子でね、全部作っていきます。はい、じゃあ今ね、これ4つとも全部ね1メートルに長さ揃えました。でこっちのね、軽鉄材、この軽量鉄骨ね、長さねちょうど良かったのでこれこのままいきます。で左右にね、こう補強材としてね、入れようと思いますんで、まずこれにね足を全部ねつけていきたいと思います。はい、じゃあ今ね、軽鉄材を使って、枠を組みました。で足もね、全部固定しました。ちょっと軽鉄っていうのはね初めて使ったんですが、ビスの上げ方がねよくわかんないんだけど、こんな感じでいいのかなと思って、こうまあ一回ドリルで穴開けてね、その奥にね、まあ、ビスをこう入れておきました。まあ多分大丈夫だと思います。なんかこの軽鉄材だと薄いので、普通のね、ビスでいけそうですね。鉄板ビスとかじゃなくて普通のビスでいけました。で、もうこの時点でね、かなり頑丈です。絶対動かない。ほとんど。ね、はい。で、足にね、ちょっと補強入れようかと思ったんですが、ちょっとそれはね、後々考えます。ここ入れちゃうと、こう、下からね、こう荷物を出し入れする際にちょっと邪魔になってしまうかなと思ったので、ひとまずはね、ちょっとこのまま、もう十分なので、強度的に。はい。はい、まあ意外と強いですね。多分普通に木材と同じぐらいのレベルの強さがあります。まあ、この上には重量物は乗せないので、これでいいかなと思います。じゃあこの上にねコンパネをね、ちょっと廃材なので、それを切りながら、貼り合わせていきたいと思います。
はい、じゃあ今ね、ようやく完成しました。はい。今ね、ちょっとこの台の上に乗ってビス打ったりしたんですけど、まあ、自分ぐらいの体重だったらね、全然余裕です。はい。まあ、こう分散しておけばね、おそらく、まあ、結構いけんじゃないでしょうかね。200キロ近くは置けそうな気もしますね。はい。びくともしないです。この軽鉄剤がね、意外と効いてますね、やっぱり。で、このままね、ビス全部打ちまして、今ここの、コンパネのね、1枚境目ありますんで、そこにもね、下で、こう、面が合うようにね、入れました。はい。ようやく完成です。いや、結構なね、巨大な棚ができました。高さ1メーター。はい。こんな感じになっております。はい、じゃあ今日はね、ブルーティーのこの AC200MAX ポータブル電源を使って、倉庫の中のね、大きな棚を作るということでやってみました。まずこの高圧洗浄機から始まってね、あとこのスライド丸の子、あとこちらのね、チップソー、金属を切断するためのチップソー切断機、あとこちらのね、丸の子ということで、かなりね、電化製品、出力の高いものをね、使いましたけれども、あと扇風機とかね、いろいろちょっと充電したりしてて、今残りがね、100% から始めて、今さ、83% です。はい、まだまだ使えますね。余裕です。で、これ2つとかね、動かしても余裕でいけます。2200W まではね、いけますんで、かなりね、余裕だと思います。はい、あとね、こちらの AC200MAX の方はね、商品リンクは貼り付けしておきますので、まあ、よろしければね、ご覧いただければと思います。他にもね、いろんなポータブル電源、まあ、今までご紹介してきたんですが、これがね、唯一 2000W クラス、一番大きいやつで、次がね、1000W とか 600W、300W クラスってね、持ってるんですけども、やっぱりね、一番頼りになるのはこの 2000W クラス。これがね、あれば、まず家のコンセント、家のブレーカーとね、同じですんで、まあ、これは1個あればね、かなり強い味方になると思います。はい、またこれからもね、こういったポータブル電源とか使って、いろんなね、工作とかしていくと思いますので、まあ、よろしければね、ご覧いただければと思います。はい、じゃあ今日はね、ちょっとこちらの物置の中にね、巨大な棚を作るということでやってみました。ありがとうございました。